僕は借金があるんですね。いくらあるの？1億あります。まあこの不景気で平成12年に倒産して、その負債で一緒に商売やってくれるなら出すわ。500万でも1000万でも出すわ。私は堀之内さんと一緒に出したいんです。堀之内さんが500万、500万でいいです。僕も500万。ごめんなさいね。できれば一人にさせていただきたいなっていうのが本音です。なぜ金に厳しい堀之内が異様なまでに出したがるのか。事実、借金1億の男は巨額の現金をつかみ取る。ではその一部始終を見よう。そのお金の使い道は？高級ハンドメイド家具を手頃な価格で買えるお店を作りたいんです。男の極度の緊張で波乱の幕開けに。僕は家具職人なんですけれども、その自分の作った家具を、その家具を、家具を、その、かい、すいません。すいません。大丈夫。すいません。すいません。ちょっと出してください。極度の緊張で言葉が出ない。しかし、もう一度言う。男は現金をつかみ取る。すいません。僕は家具職人なんですけれども、一生使える家具を低価格にでお客様に提供していきたいんです。500万をお店を作るお金ですか？そうです。500万。僕、家具を作る上で、その全く新しい形というのを提案したいんですよ。家具って言っても家具屋さんいっぱいありますし、その中でも差別化する意味でどういう家具、売り方をしたらいいのか、これずっと考えてたことなんですけれども、カフェスタイルにしたいんですね。例えば、男は今まで家族で細々とやってきた家具店を畳み、自分の作った椅子やテーブルを並べたカフェスタイルの家具店を作り、低価格で売りたいという。そうなんですけど、この高級な家具というところですよね。高級というのはどういう矢印の方向なんでしょう？すごくシンプルで、そのコテコテと、その切り抜きが入った、彫り込みが入ったものじゃなくて、本当にシンプルで、作った商品の写真とかないの？あります。すいません、僕これ口がちょっと、すいません、この全然まだあれなんで。職人はそのぐらいがいいですよ。 これ本当ごく一部で、店の方でオーダーメイドをやってるんで、お客様から。例えばこれでいくらで売ってるの？それで4万円です。4万5千円です。小売りで？小売りで4万5千円。うちの店で売る値あなたが小売りするときに4万2千円。例えばこの椅子で、それ1万5千円です。例えばこれは？それは7万5千円ぐらいです。5千円です。で、いくら儲かるの？あらりはいつも木材計算、僕の単価の計算方式なんですけれども、材料代が大体10%から、それ以下なんです。ちょっと見せて。私出すわ。私がお金全部出すわ。堀之内さん、僕の目をもう見て分かったですから。もうあなたの人間性はもうぴったり分かりましたんで。というのはね、大変ハワタイですけども、今ね200店舗ぐらい店舗あるんですよ。私持ってるんですよ。で、売ろうと思うと、そんなの右から左に100個でも200個でもいくらでも売れるんです。堀之内さん、もうちょっと聞きましょうよ。僕も聞いてて一緒に何かやりたいなって感覚を持ってるんだけど、もうちょっと説明してくれないかな。すいません、ちょっと時間とか大丈夫なんですか？ちょっと椅子を実際に愛媛から車に積んで持ってきた。見たいですか？いいですか？見たいです。すいません、ちょっと。
男が作った家具、その不思議な魅力にこの後社長全員が金を出したが、男を奪い合う。すみません、これなんですけれども、これが実際に僕が2年前に作った製品になるんですが、でそれをこの間ちょっと3ヶ月前に売れたものをちょっとお客様からお借りしてしたもの。重い。それいくらで売ったの？はい、いくらで売ったの？小売価格2万円です。2万円です。見させてもらいます。はい、我々商売すぐこれ使えるから見せてもらうわ。数欲しい。そうだな。いいじゃないですか。じゃあどうですか。いや、一度座らせて、私でも商売柄椅子が一番欲しくて、一番数欲しいし、重さとか、重いな結構ね、我々のうちらの商売では。このそそたる感じがいいのかな。これは何も塗ってないの？いや、それがいや、そういうものじゃなくて、僕が使ってるそのこだわりのこれも一つなんですけれども。あ、これは色が、はい、この色とかこれ塗ってあるのがなんか缶に入ってるの。ボルワックスかなんか塗ってるの？いや、そういうものでもないんですけど、開けてみます。この後男はとんでもない行動に出る。何ですか？こういうちょっと植物性の油、はい、あ、アクみたいなやつ。これぐらいの。舐めれるといいんじゃないでしょうか。舐めるの、やっぱり。舐めるんですか。舐めます。舐めるんだ。食べていいもの。舐めても大丈夫。それはいいわ。男が使っているのは特殊なニス。そうです。体に害はないとペロペロ舐めてみせた。で、それで。お子様よ。そうです。これ実際僕の息子が使ってるものなんですけども、これ全く同じ木なんですよ。2年経つとこういう雰囲気のものに。あ、色はその色からそういう色に変わっていくんですか？そうです。これ深みが出るんですよ。深みが出る、はい。クラシックギターとかもそうですよね。だんだんこう年代が経っていくとどんどんいい音になっていくって、そういうことと一緒ですか？はい。バイオリンとか。そうです。さっき言ったように、私は正直言って投資したいなと思ってるんです。はい、実は私カフェも何軒か展開してるんですけど、はい、カフェランっていう名前僕は結構作って今日本中にできてて大変なんですけど、家具とかももちろん作ったりしてるんですけど、音楽やってたり家具作ったり、はい、いろんなカフェやったりいろんなことやってるんですけど、はい、まあ、僕も本当に第一印象でね、城之内さんと一緒で、あ、この人いいなって僕思ったんですよ。で、まあ、投資したいなとすごく思って。500万円お一人で出される意思そのものは終わりとあります。ただやっぱり広がりを考えた時に、僕は城之内さんの力が、堀之内さんの力が僕はあった方が絶対にいいと思います。堀之内さんに申し訳ないんですけど、っていうかお願いなんですけど、私は堀之内さんと一緒に出したいんです。堀之内さんが500万、まあ500万でいいです。僕も500万、要するに半分ずつ250万ってことじゃなくて、ごめんなさいね、できれば一人にさせていただきたいなっていうのが本音です。だってあなたは左、貞弘さんは右、私は真ん中っていうと、もうその会社進んでいかないんですわ。だって右往左往っていうのはね、絶対ダメなんですよ。菊野さんね、ちょっとご質問しますけども、ちょっと私真剣に考えてるもんですからね、はい、大変ご無礼な言い方ですけども、はい、例えば私を好きですか嫌いですか？そうです、まあ、もうあんたは嫌いだと、あんたと商売したくないと言われるんであれば、やっぱり商売うまくいきませんのでね。あ、すいません、その社長さんのそのところが嫌というわけではないんですけれども、もう第一印象じゃないじゃないですか。第一印象で、あ、全て僕のことを話しているわけではまだないので。後々ずっと話そうと思っていることがあるんですけれども、そのこと聞かない方がいいかもしれない。私は聞くの出したくなくなるかもしれないから、
そうです。まあ、それぐらいの話、正直自分でもそう思ってるんですけれども、これをしっかり聞いてもらった上で投資してもらいたいところがあるので、でそれをちょっと聞かせて。実は僕は借金があるんですね。いくらあるの？1億あります。その、まあ、その1億はですね、僕の父が、父の借金なんですけど、その父と、まあ、叔父の会社があったんですね。その叔父の会社が、まあ、この不景気で平成12年に倒産して、いろんな保証人をうちの父がしてたんですね。で、それの負債なんですけども、お父さんの借金っていうことで、あなたの保証人かなんかなってるの？まあ、なってないんですけど。なってないんでしょ。はい。で、それで結構なんですかね、周りの人に、親の借金なんだから実は放棄できるんだよというような悪知恵じゃないんですけど、そういう話を聞かされたりするんですけど、僕は人に迷惑かけるということが絶対ダメ、できない人間ですし、まあ、父も全く一緒なんですけれども、絶対に人に迷惑かけるなっていうことで、それでずっと育ってきたので、ずっと育ててきてくれた父で。もう会社いいじゃないですか。はい。もう会社いいじゃないですか。今度もう会社いいじゃないですか。儲かっていいじゃないですか。1億ね、うん、と一緒に商売やってくれるなら出すわ、うん、500万でも1000万でも出すわ。僕も同じだったんですよ。僕も人の借金4000万を、いきなり、まあ、債務もしなかったんですけどね、まあ、友達は逃げちゃったもんで、それを、まあ、結果払ったんですけど、本当そういう時って絶対言われた通りチャンスで、逆にまあ、クソって頑張るじゃないですか。僕は菊野さんもすごい好きですし、初対面でこんなこと言って気持ち悪いかもしれないけど、すごい好きだし、その椅子を見ててね、特にそのお子さんの椅子を見てて、なんかそこにね、僕長女一人だけいるんで、なんか娘が座ってる姿が思い浮かべたりしてね、本当にいいもんなんだろうなと思ってて。佐田博さんは説明したいことはそれだけですか？作った人に非常に失礼な言い方をします。私もものづくりは大好きです。はい。そんな椅子はいくらでもあるんですよ。いくらでも作れるんです。いかに原価を安く、あなた方がいかに原価を安く作るかが、これが商売の秘訣なんです。安いから売れるんですよ。あなたが本当に1億の借金返そうと思ったらね、はい、それはちまちまやってても返せないよ。私はお金も出せば口も出します、うん、もう言っときます。それは、はい、ごめんなさいね、僕ちょっと違うような気がするんですけど、はい、堀之内社長が出された方が最終的にあなたはお金持ちになるかもしれないし、幸せになるかも分かんないのね。でも最初からずっとあなたを見てて、やっぱり君は君の生き方があるんじゃないかなって思うんだよ、僕は。だからひょっとしたら金は出すけど口も出すっていう方を選んだ方があなたにとって不幸かもしれないでしょ、今後。だって自分のやりたいことやれなくなる可能性もあるじゃない。で、500万だったら僕貸すって。で、僕お金貸すから君の計画通り順番に返してくれれば、それで当然口を挟まないし、という選択肢も僕から提示しますよっていう話です。だから選び間違うと大変だよ。選び間違うと人の借金返すということは、儲けて利益を税金払ったお金で返すんです。だから大変なんですよ。1億返そうと思ったら2億稼がないと返せないですよ。やっぱやる以上は、仕事はあなたが技術者ですからやるでしょう。しかしマネージメントは私が責任を取ってやりたいなと。ただしあなたに社長は任せますよと。僕はアドバイスはしますけど、経営的な口出しっていうのはあんまりしないと思います。やっぱりね、形でできてくるものって人間からできるじゃないですか。それがね、すごい僕はそこに感じられるんですよ。なんか菊野さんのもちろん気がするわけです、その椅子が。ですからその基本の、はい、いわゆる心臓の部分をすごく僕中心の部分を感じるので、その借金すぐ返せるとかそういうことじゃなくてね、これはもっと考えれば、本当たくさんの人にもっとね、広めることができるんじゃないかという
希望を僕は今持ってるんですよ。借金1億の男を奪い合う異例の事態。夢は返した後でいいんですよ。やっぱり人に迷惑かけてる以上は何が何でもあなたが返したいと思うんであれば、私はまずそれを返すことが先だろうなと。選んでください、選んでください。ただやっぱり僕はある程度尊重、ある程度っていうかイコールで尊重したいので、僕は束縛したくないと思うから。でも君のことが僕も同じようにすごいなんかいい子だなって、すごい頑張ろうとしてるんだなと思うから、まあ、あなた選んでよ。私こんな人間だからね。多分どの選択肢を取っても誰もみんなおめでとうだと思いますよ。で、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。選択をして、それが結果になるんです。そうですよ。どれ選んでも500万出るってことですよ。この後男は意外な社長へ。たとえ借金があっても、たとえ今悪くても、やっぱその人が好きになれるかなって、こいつ俺好きだよなって思うような人がやはり私としてはその投資の対象になったり。堀之内久一郎55歳生活総統社長。今回ついに堀之内を一目惚れさせる男が現れた。男の借金返済を考え、経営には積極的に口を出すという。しかし貞弘和美39歳、株式会社ラブ社長。マネーのニューウェーブが堀之内と今回全面対決。貞弘は言う、家具作りのアドバイスはするが経営には口出ししないと。さらに岩井義明42歳、株式会社モノリス社長。熱血感で知られる元応援団長は家具にも経営にも一切口出ししないという。さあ誰の金を選ぶのか。君のことが僕は束縛したくないと思うから。あなたが本当に1億の借金返そうと思ったらね、それはちまちまやってても返せないよ。僕はアドバイスはしますけど、経営的な口出しっていうのはあんまりしないと思います。お一人に決めていただけますか。貞弘社長さんに出してもらいたい。はい、この時点で投資の合計額があなたの希望額に達しましたので、マネー成立です。おめでとうございます。頑張ってください。頑張ります。どうして貞弘さんだったんですか。いろいろずっとその商品に対してもう何時間でも喋れるんじゃないかなと、本当それだけなんです。はい、すごい堅実な方に見えますし、仮に失敗しても僕は納得できる人だと今日思いました。ありがとうございます。しかし事態は急転する。マネー成立から数日後、貞弘の会社へ向かう男の姿が、その足取りは重かった。なぜなら男の発言にノーマネーとなりうる重大な嘘があったから。まあ、その1億はですね、僕の父の借金なんですけど。あなたも保証人かなんかなってるの。まあ、なってないんですけど。なってないんでしょ。はい。このマネーの虎の鉄則として、社長たちへの発言に嘘偽りがあった場合はノーマネーとなり、この絶対の掟を破ってしまったというのだ。悩み抜いたであろうその表情、一体どんな嘘偽りがあったというのか。その投資の話なんですけど、こっちがそういうことあるみたいなのがすごいあれなんですけど。どうして。収録の時に
お話ししたあの、まあ、僕にその全然あの借金 の, あ の,、まあ、あの払う義務がないっていう話を僕はしたんですけど、まあ、それがあのいろいろあのうちの会社の中身を調べていくうちにあの借金を返す義務というのが あったんですよ。でもその本当に嘘をついたということはもう事実で、ね、もう無理だと思ってんの？僕の目的はどうでもいいんですよ。銀行じゃないんだから。あなたが成功してくれることが僕が、うん、僕にとっての成功であるし、やろうよ。貞弘は投資した志願者の純粋さに家具職人500万円物語は近日公開。泣いたらダメですよ、勝負やるんだから。はい、どうもピグモンです。はじめまして。僕自身現在無料ブログを使うだけで安定して25万円近くを、ずっと稼ぎ続けることができています。詳細はですね、この動画の下に貼ってあるリンクから、メルマガに登録できますので、ぜひそこで無料でブログを使うだけで、お金を得る方法を学んでいただきたいと思います。翌月に3万円をゲットしたりですとか、難しい作業も一切ありません。そして、稼いでる証拠の動画もたくさん撮ってありますので、ぜひチェックしてくださいね。それでは失礼しました。